来るべき時が来たと、うん、もうここで取れなきゃ取れないと、うん、ここしかないでしょうね彼女は、はい、パンチ当たっちゃえば1分以内とかもあるんじゃないですか。絶好調ですね。はい、まあ、どん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 あの試合でも、まあ、打撃作って寝技で一歩決めるっていう状況が多くなってきたし、ようやくこう練習の一端がどん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 こう試合で出るような感じにはなってるんじゃないですかね。まあ、VTR で何回か見させてもらったんですけど、ウィークポイントが何個か分かったんで、まあ、そこを攻めていけば、まあ、負ける相手じゃないなっていうのが見つかっちゃったんで、まあ、それをずっと練習してるような感じですかね。まあ負けないかなと、そういう感じですかね。まあね、タイトルマッチでやるんだったら一番、まあ言っちゃ悪いですけど楽な相手じゃないですかね。やっぱり右は強いですね。遠くとかでも全然体格違いますけど、もらうと結構効きますね。あれは女の人もらったら結構、うん、危ないんじゃないかなと思いますけどね。70キロ80キロの男としかやってないですから、最低のやつは倒れないですね。もうちょっと拝見したんですけど、やりようがたくさんある、穴が結構あるなって、もう穴しかないなって。はい、こう向こうはまあ立ち技でやりたいでしょうけど、まあ立ち技でやってもいいし寝かしてもいいしっていう感じなんで、はい、どっちでもやれるようには練習してるんですけど、寝技も強いですからね。まあ充実の帯の色とかあんまり総合じゃあんまり関係ないですからね。まあ、そろそろやるかなとは思ってたんで、6体ヘビーメタルの戦いが、まあ今回なんかで言えばもう必殺技をね授けちゃったんで、うん、まあそれで勝っちゃうんじゃないかななんて思ってますけどね。組んでも殴って寝かしても殴ってずっと殴ってる感じですかね。そうですね、もう負ける要素がないですよ。言っていないとかもあるんじゃないですか。どうやったら負けるんだろうね。楽な相手じゃないですか。